はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、少し前に、カマヌエで、上限というか無惨様に、まあ、挑むという、その挑戦をしたんですよ。でその時に、まあ、ぜひねその動画を見ていただきたいんですけど、まあ、結果としてはまあ、いいところまで行ったっていうべきかな。はい、だと思うんですけど。で、まあ、その時ってカマヌエってね、まあ、やっぱりどうしてもカマヌエの血気術ってそんなに強くないんですよ。だったら、こちら。はい。よりいち。はい。今回は、鬼かよりいち。そしてさらに、加減の鬼ですね、現在。加減の鬼。このよりいちの日輪と思った状態で、加減の鬼から、無惨になることができるのかやってみたいと思います。まあ今回の企画としてはね、とりあえず鬼化してから、どんどんこれを進捗を達成していって、無限列車ですね。はい。そしてまあ上限の1まで倒し、そしたら、上限を全員倒したら無惨様が出現するので、それを倒せばクリアという形になります。まあさすがに今回は前編後編になるかなと思うんですけど。そして一番、重要なところなんですけど、血ですね。はい。ガチャを引くことによって、まあ、試合前に追加の血を、まあ、入手することができるということになっているんですけど、前回、まあ、カマヌエでかなりいいところまで行った理由っていうのが、まあ、これは言って しまうんですけど、なんと神引きをしまして血28個ゲットしたんですよ。それでようやく、まあ、上限とか上限の1まで倒すことができたんですけど、今回はさすがによりいちの日輪とこれエンチャント12なんですよ。格闘のエンチャント12ということで、さすがに強すぎるということで、血はかなり減らしました。はい、このように。で一番多くて10個ですね。で1個5個4個6個7個みたいな、こういう感じであるので1個もあります。だからかなり外れ率は高い。うん、ということで、じゃあ行きましょうか。ちなみに装備はこちらで行かせていただきます。はい、では行きましょう。はい、ちなみに不正防止のためにここから今ノーカットでお送りしております。左上の時計見てください。いきます。3、2、1、5。まあ OKOKOK、 全然いいよ、全然いい、全然いい。思ったより、まあ、まあまあ1とか、あーでもまあまあ、うん、まあ2とか3とか引いてないし、あ、いいんじゃないですか。5個、1、2、3、4、5、こうですね。はい、これで、今から夜にしてサバイバルモードにして、血を飲みます。より1ゼロ式いすぎじゃね。ちなみに、やられる回数は前回と一緒で3回です。血を飲みます。飲みました、飲んでます。さあ、ここからもう鬼殺隊が襲ってきます。そしてもちろん柱も襲ってきます。で、もちろんこのね血6個の状態で上限たちに勝てるわけがないんですよ。なので、血を集める作業、それもやっていかないといけない。で、まずねちょっと炭治郎倒そう。あーでも、いや待て待て、まず血を集めるべきだな。血を集めて、加減とか倒していると、まあ血を、落とすので、まず加減を見つける作業から。そして、炭治郎とか、まあ倒して、ルイ君はこのワールドにはいないので、まあルイ君は、コマンドで出させていただきます。はい。いや、これ通常のに倒しても一応たまに、血出るからな。一応やっと、いやー、太陽の克服、ありがとうございます。まあしかし最悪13の方もあるからね。そこら辺もちょっと、視野に入れつつ、やばくなったら、13の方使っていきたいと思います。あ、境外ラッキー。これ、境外は、血を落とす鬼です。しゃー、よし、大丈夫かね、勝負だ、痛い。ほらー、オッケー。この境外を、まあ、いかに、境外とか、境外、カマヌエか。そこら辺をうまく、倒していくっていうのが重要になってくるかなと思います。あ、そういえば、言い忘れてたんですけど、設定は、ハードです。まあ、一応これ動かないようにしておきましょうか。ハードです。はい。固定でございます。これ、ちょっと言い忘れていた。ハードモードでござるよ。あ、待って、これ、エンムさ、これ多分エンムが勝つと思うんですよ。となったら、これ、エンムと戦うときに、13の方で、戦うのどう？これ、最悪さ、無限列車になってくんない？最悪無限列車になってくれれば、いやー、来た！いやー、ちょっと待って待って、違う違う、助けて助けて、ダメダメ、いやー、いやー、い
逃げる逃げる逃げる、ちょっと待って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 、カナオちゃんはダメ、カナオちゃんダメ、やめて、来ないで。あ、でもそっか、進捗上がってないからカナオちゃんいけるかもしれない。倒すか倒すか倒す、倒そう倒そう、カナオちゃん倒そう、ちょっと待って、早く早く早く呼吸、早く呼吸使って、カナオちゃん倒せ倒せ、カナオちゃん倒せ、カナオちゃん倒せ、よーし。そしてさらに君も倒せば、あ、こんなに血がもらえたいよ。よし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 。ああ、 M、 いやでもね、ちょっとね、 M 若干せこいんだよね。やめとこうかな。あの、この鬼状態って、鬼に例えば呼吸を僕から当てるとするじゃないですか。そしたら敵対しないんですよ。でも本当は一発だダメージ与えたいんですけど、あの無限列車、いっぱいむっくりするからやめて。無限列車の場合ね、通常攻撃入んないんですよね。やめとこうか。ちょっと M を、まあ、あの通常の M だったらいいんだけど、無限列車中の M に攻撃するのはやめときます。はい。まあ、でもこれで OK、 血を3つゲットできた。これはかなり大きいでござるよ。あ、そういえば加減の6達成したので、ルイ君、ルイ君出しましょう。ルイ君出していいよな。待って、その前に境外、待て待て、その前に柱か、柱チェック、大丈夫だね。境外、君と戦いたいのだ。痛い。僕はドラえもんかな。よし、危ない。危ない、自分の存在を忘れかけていた。ドラえもんのモノマネしてたら危なかった。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。で、イノスケいたんだよ、あそこ。今ここにイノスケいるんで、ちょ、イノスケ戦おうか。え、か、勝てるかな。ちょ、怖いな、来いよ。うっ、あー、痛い痛い痛い。いや、でも大丈夫大丈夫大丈夫、いけるいけるいける、大丈夫かな。スキーしゃー、来いよ。あ、ちょ待って、この角鬼と戦ってる暇はないんだよ君に。おー、ちょ待って、お、これはチャンスでは、これはチャンスというものではござらんか。はっ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 、いやん、あー、危ない、 M、 M、 よし、もう一回とどめとどめ、これ、これでこれで終わりかな、終わりかな。よっしゃー、危ねー、よし、これでと、落ちたか、あー、びっくりした、ネスコちゃん、いける、ちょ、待って、待って、全員つ、全員つも倒したい、全員つも倒したい、待って、全員つも倒したい。いやー、でも無一六いる、無理無理無理、やめてこい、やめてこい、無理無理無理、無理やしない、無理やしない、無理やしない、ここで無理しちゃダメ。よし、いいぞいいぞいいぞ、オッケー、伊之助倒した、伊之助倒した、これ大きい、かなり大きい。よし、じゃあここでちょっとごめんなさいね、これはコマンド打たせていただきますね。ルイ君、ちゃんと不正はしてないですよということで、はい、これでいいよね。はい、ルイ君、そして殴ります。さあ、私と勝負しましょう、ランデブーです。13の方はちょっと、エンブ、よし、大丈夫、勝てると思う。さすがに、勝てるよね、これは負けない。よしよしよし、そして血もゲット、ありがとうございます。よし、オッケー、やったよ。おー、危ない、怖い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 。これで進捗がとりあえず、だ、鬼殺隊を一人倒せば、多分、もう、鬼殺隊倒せば進捗上がると思うので、で、上がったら、今のところ、猪之助を倒してる状態だから、多分、あと善逸と、炭治郎を倒せば進捗が上がると思う。いた、いた、いたんじゃない、あれ、いたんじゃないの、いる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 よいるよ、待って待って待って、13の方いっか、いや、まだまだ13の方早い、勝負だ、お炭治郎、やばい、ちょっと待って、強くね、え、待って、強くね、待って、強い、え、待って、ちょっと待って、強い、ちょっと待って、炭治郎強い、え、待って、一発が強かったんだが今、待って、これ13の方だ、これ13の方だ、13の方、待って待って待って、勝負だ、炭治郎、13の方、さあ、この一気に呼吸を発生させる、どこ行ってます、あ、いましたね、いましたね、危ないですね、待ってください、助けてください、どこ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 、どこ、どこ、どこ、やばい、ちょ待って、やばい、観音寺さん、あ、終わったかも、終わったかも、これ終わったかも、炭治郎いないからもう、よし、待て、炭治郎どこ行った、炭治郎、炭治郎、ちょ、ま、もう一回ちょ、炭治郎戻ろう、炭治郎、炭治郎どこ行こう、炭治郎、無理だ無理だ無理だ、くそー、ちくしょー、観音寺さんが邪魔しよった。待て、姫島さん、姫島さんなら勝てるぞ多分、
姫島さんまだ呼吸がないんだが、無一郎くんがおりますね。逃げましょう。よーし、オッケー、加減の4、ありがとうございます。あー、13の方、13の方使ってる。やばい、怖い怖い怖い、待って待って、13の方、やばい、これハイヒーローは国志望様だった。びっくりした。ハイローいけるんじゃないか、これ。ハイロー、ハイロー、バレット勝負。待って、その前に炭治郎いる、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 炭治郎行こう、炭治郎、炭治郎勝負です。今なら勝てる、今なら勝てる。一歩、よしよしよし、ね、すぐ炭治郎の方向いて。炭治郎どこ、炭治郎、ちゃんと見て、ちゃんと見て、炭治郎どこ、痛い、ちゃんと、オッケー、ちゃんと、対処できてる。で、ちょ、でもね、これクールタイムが、やばい、終わる。待って、はい、ということで、残念ながら1回目やられてしまったんですけど、とりあえず、もうやっちゃいましょうか。サバイバルモードにして、血は12個のはずです。一応、内訳で言うと、最初のガチャで5個。そして、最初に1個飲んでいたので6個ですね。で、そっから、M 倒して3個ゲットして、9個。ルイ君倒して10個。そして、境外2体倒してるので12個で合ってると思います。もし違ってたらまたちょっと教えてください。あ、でもな、多分撮影しちゃってるんだよな。でも多分ハートの数、こんなもんだよね。これで多分、大丈夫だと思います。そして目の前には M がいるんですよ。やっちゃおうか。いや、勝てる。炭治郎には確かに勝てなかった。しかし、格闘12がついているんですよ。いける、できる、やれるぞ炭治郎。無限列車まで行ったら、申し訳ないんですけど、ちょっと呼吸で倒させてもらいます。通常攻撃入らないので。行くぞ。13の方へ行こう。どうだ、これ行ける、いけるかな、うん、大丈夫、夢に入る、よーし、強っ。待って、怖い、助けて、終わりだ、あー、よかった、助かった。ちょっと待って、あー、血2個、あ、オッケー。あ、結構あれなんだ、あの、2個の時あったり、3個の時あるんだ。あれ、3個だったよね、さっき僕 M やった時。もし、いや、3、あの、あれだった、いや、でも1個くらい許してくれるから、いや、多分3個だったと思う、大丈夫。よし、おぉ、猪之助、あ、でも猪之助は倒しておきたいよね、これ。多分やられてリセットされたんで、ちょ、まず、猪之助、待て、気をつけて、柱いないね。よし。しゃぶ、行ってー、待って、ごめん、強くない、ちょっと待って。設定間違ってる、待って、なんかおかしい。こんなダメージ食らわない、普通。なんで、何が起きた、今。いや、ちょっと待って、え、なんで、あれ、え、うん、いてー、待って、ちょっと待ってくれ、え、なんで今こんなダメージ受けた、猪之助から。え、待って、このままじゃいけないな、多分善逸に負ける、炭治郎にも負ける。もうちょっと血集めしよう、血集め。あ、今日が、よーし、今日がいた、君だよ、私は君を待っていたんだ。ちょっと同じ技ですいませんね。ちょっと血集め血は同じ技使わせてもらいます。あ、なんか血落ちてる、ラッキー、かまねえ、やったー、ラッキー。あ、ハイロー倒せる、ハイローはいける、ハイローも、いや、でもハイロー確かなんか血気術落とさなかったんだよな、確か。じゃあやってみるか、勝負、ハイローくん勝負だ。ま、どこ行った、うわー、危ねえ。あー、血栓化びっくり、あ、すごいの落とした。待って、え、これ落とすの、この子。え、多分これすごいレアだよ。待って、あ、ごめん、鬼味方だった。待って、え、防具プラス12、ちょっと見た目あれだけど、ごめんなさいね。まあ、パッと見わかんないからいいでしょう。わあ、やった。え、待って、これすごい激レアぞ。いや、ここのプラス12は大きい、これはかなり大きい。やった、血よりいい恩恵を受けられた。あ、猪之助やるか、猪之助、もう今度は、えっと、何、やめて、ちょ、今度は油断しない、猪之助、いや、よしよし、いいぞ、ここで戦う。え、待って、白塚さんだった、逃げろ。あぶね、あ、今日がいる、絶対倒したい。待て、今日が、どこ行った、今日が行く、今日が行く、来い、こっち来い、今日が、
待って、白塚さんいる。怖い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 。待ってな、怖いって。ちょ、今日がこんなとこにいたらダメだって。あ、猪之助もいる、猪之助もいる。待って、猪之助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 倒せ、猪之助倒せ、猪之助倒せ。待って、白塚さん流れ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 玉だけは気をつけて。よし、いいぞ、いいぞ、いけ、よーし倒した。え、お、これいける、いける、いける、いけるかな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 、やめとこう。さすがにやめとこう。あ、血が3つ、やったやったやった。なんか多分塩分の拾ったな、おそらく。境外、境外、境外、お前狩りじゃ、私は君狩りをしたいのだよ、わかるかね。よし、いった、えっ、え、ちょっと待って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 。ということで、今回、一旦前編はこちらで終わりたいと思います。今回の、成果は、なんといってもこの灰色。灰色の盾。そして、血を大量に、まあ大量というかまだちょっと もうちょっと集めますので、後編、多分次回は後編になると思います。まだ、まあまあ中編にはしないようにするから、後編で一気に、上限から、上限を倒していきたいと思います。倒せるようになれば一気だと思うので、一気に倒していけると思うので、次回。必ず、ムザン様を倒したいと思います。ということで、じゃあ今回はこの辺りで終わりたいんだが、その前に、最後に、彼を倒したい。最後に、最後に炭治郎を倒す。それでフィニッシュだ。行くぞ。これで負けらんねえぞ。行くぞ。どうだ、どうだ、どこ行った、行った、行ける、行ける。ほら、よし。待って、白さんいない？今、白さんいなかった。今、白さんいなかった、今。ちょ、待て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 。いない、いない、いない、いない。いる、いるけど、相手にされてない。よし。一回逃げる。一回引いて、一回引いて、ここで、クールタイムが上がるまで引いて、そっから戦う。いけ！え？ちょ、待て、出ない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 、よし！いけ、いけ、いけ、いけ。多分、炭治郎かなり減ってるはず。ダメージ減ってる。よし、いいぞ、いいぞ。どこだ、どう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 だ、倒した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 、倒してない。まだ倒してない。まだ倒して、倒し、倒し、倒しました！やった、やった、よし、これで炭治郎撃破です。何が起きてたか分かんないかもしれないですけど、よし、あとは善逸、善逸を倒したらおしまいなので、よーし、来た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 、やったー、どうもー、チーありがとうございます。